は、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回はトータラッシュチーム2が開幕したので、パクを引いていきたいなと思います。チーム2はですね、プテジャス、メッシ、ネイマール、あとはサラーなんかもいますし、ビルツ、トモリあたりもね、いますんで、高額選手たくさん今週もいます。じゃあそれでは、行きましょう。まあ本当にこのプロモーションはね、かなり当たりにくいんちゃうかなっていうのはね、チーム1で感じましたんで、それこそチーム1なんか、誰一人パックから出てないんちゃうかなっていう、ほんまに当たりにくかったんで、まあチーム2はどうかということになってます。確率はこれまた見れへんかな。あ、見れるわ。 5.4 必需品。あ、必需品、あ、ちょっと上がってる。でもプレミアムゴールドレア選手 2.5。 あれ、ちょっと上がってる、ちょっと上がってる気がする。え、ちょっと上がってる気がするけど、どう、もしかするとチーム2は当たりやすいっていう可能性はあるよ。あれ、なんか選手より、うん、また確率が高まってる気がするけどね。若干なんかもっと低かったようなイメージ。まあまあ、どうかどうか。いや、1枚だけでも欲しいね。 1枚だけでいいからちょっと欲しいですわ。演出をまだ見てないからお願いしますね。演出をね、まだ見れてないんで頼んますということで。でもね、ある程度いいパック、まあ、もちろんそのデビライのエリート報酬もありますんで、それなりにはいいパックは取り揃えてるつもりではありますよ。あ、これは、あ、イケメンやな。クイックでええか。まあ、トレカやったら嬉しいけど、トレフカでもいいからちょっと誰か欲しいなっていう。まあ、メッシ、ネイマ、プテジャス、サラーとかあたりはなくとも、ねえ、50万ぐらいの選手欲しいね。50万ぐらいの選手欲しい。多分ね、まあ、ちょっと値段等々見ましたけど、この排出当初、多分ね、だいぶね、当たり選手と外れ選手は幅がありますね。高い選手はもちろん高いけど、間ぐらいがね、おらへんね。だ、トモリ、ビルツあたりが当たりになるんかな。20万、30万ぐらいが初動だったらあんまいなかったですね。もう安いので行くと、もういきなり5万以下になるとかね、そういう風な感じになってます。レアミックス、レアミックス。まず演出がちゃうもんね。多分この時にバンって金じゃないもんね。ちょっとこう深緑っぽいので来るでしょう、トータルラッシュであれば。だからまずもう最初にこう目に飛び込んでこないと厳しいですよ。75一面、まあこれ厳しいかな。ブロビーだ。まあ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 、全然全然ええぞ。かぶってるやん。全然ええぞ。トータルラッシュの光が見たい。メガパック 80×5 で、 TOTW はちょっと取っときます。今週ハンセンしかいないんで、ハンセンを当てれる気がしないんで、ちょっと取っときます。メガパックいこうか。メガパックレート82以上よ、1名。あー、違うな、ちゃうわ。で、俺も多分裏からっていうのはないでしょ。裏からっていうのは多分ないと思うから。あ、三笘だ。だからもうほんまに最初にバンって来ないと。これチーム2も当たらへんってなったらやばいぞ。トータルラッシュほんま当たりにくいっていうことになるぞ。ウォークアウトもなかなか来へんな。ウォークアウトもなかなか来ないよ。お !2個。これは、これは大当たり。これは大当たりだ。これ大当たりでしょ。トータルラッシュがもういらんくなったぞ、2個で。
ありがとうニコ・ウィリアムズ、これはでかいわ。まだでも全然5万ぐらいしますもんね。ニコは普通に大当たりきた。これよ、これにちょっとかけたいね。これにちょっとチーム2かけたい。メガパック、メガパック、これそんなやな。メガパック、あーウォーカーじゃないね。あ RB、 ウォーカー来い、ウォーカー来い。メイヌ、あれ RB は誰やった。じゃあ、あペドロポッロか。これ一旦全部クイックして、メイヌとかハンターもいるね。リーグもね意外と、これでいこう、これでいこう。で、まあちょっとここはクイックさせてもらって、もうちょっとだんだん来るよ、だんだん近づいてきてるよ。あと5パックかな、5パックだね。プライムエレクトラムいきましょう。トレカです。あーあかんね。まあ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 、まだまだ全然全然大丈夫。こっからだから、残り4パックがえぐいから。あ無理気だ。 OK ね、 OK ね。レア選手行こうか。さっきレア選手だな。レア選手来い。レア選手83以上確定ぞ。赤ウォーカート、おー来た。 CD ジャカだ。ビルツ連れてきてくれへんかな。ビルツこの調子でチームメイト連れてきてくれへんかな。あーヤマルは嬉しいけどね。ちょっとあ古橋だ。あゲレイロが、ゲレイロが十何万ぐらいが足した確か。ゲレイ、まあでもゲレイロでも全然あり。あとザイルエメリもいるか。あソータ意外といるか。でも30万ぐらいが多分おらへんのよな。うわ 83×3 もこれえぐいよ。何気に一番えぐいかもしれん、これを2つよりも。えどうし、じゃあ50名いきましょうか。あでもいやこれ最後にする、絶対ウォークアウトするもんね。絶対ウォークアウトするから最後の方がいいか。これウォークアウトしひん可能性もあるからね、普通に何気に。なんなら先週多分してへんかった。先こっち行こうか。50名いきます。先にトレカの方からトータラッシュ来い。トータラッシュちゃうな。おウォーカーとしない。飽きませんわこのパック。あかんな、エリート報酬の意味がもう全くないな。2個来い。おおすごいすごい。 TOTW はようくんねんな。でもでかいよあれ、2万だから2人で。まあ高い選手もそんなおらへんもんね。これやったら2個でいいもんね。あプリシ、あでもプリシじゃない 1000コインぐらいだよ。キンペンベもね安いよね。また古橋来てるやん。グラーフェンベルフ高いんちゃう。まあでもそんなか。ちょっとクイックします。あ、いやでも17,500。あ、ビカレ、まあいいか。17,500はでかいな。こっからもうトレフカです。トレフカ。これいこうか。これいこうか。これいって最後これいこうか。頼む。ちょっとトータルラッシュほんまに当たらへん。来い！ノー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 。あ、ウォーカーできた！ ST！ ハーランド！ヘイゲルベルク。ヘイゲルベルク。あ、ミド。いいね、女子選手2人。プテジャスも連れてきてくれへんかな。プテジャスもこの調子で。まあ、裏からはもうないよね。ワンチャンあるかな、裏から。ワンチャン裏からみたいな、トータルラッシュみたいな。あるちゃう？チュアメニだ。チュアメニ来てるやん。ないよね。ないよね。で、かぶってんねや。持ってんねや。持ってんのか俺。ん？誰がトレカに変わった今。また来てるやん、グラハンベル。
ヨークル選手、あ、これと。おお、めちゃくちゃおるぞ。なんかめちゃくちゃおるな。で、あ、66でちょうど34だから、もうこれでちょうど100になりますわ。危ない危ない。さあ行きましょう。ラストです。トータルラッシュ。ちょっと一回。ほんまに当たらへんぞ。あれ、当たりやすくなってるような気がすんねんけど、確率的に上がってるような気がすんねんけどな。何にもけえへんぞ。チーム2もか。チーム2もか、これ。頼むぞ。これ多分あのシーズン目標レベル40のやつ。ちょっとヘルプ、何にもない。ヘルプしても 8×3 来い。トータルラッシュ、トータル全然上がん。誰 LM？ あ、レイテンだ。女子選手レイテン、レイテンとフォーデン。まあでかいか。でフォーデン持ってんねんな。フォーデンを素材っていうの贅沢やな。まあ残り1人が誰かですよね。これトータラッシュじゃないもんな絶対。誰やろ87以上で。絶対87やねんな。絶対87。誰か、もうあと一人がもう誰かによるわ。これは。最後やから。いいやつ来てくれ。